はい、ズームパートナーズの大森です。今回はですね、私のですね、会社でですね、使っているというかですね、最近ですね、作ったですね、マニュアルみたいな感じのね、作業はね、だいたいこういう風にしてくださいねっていうのをね、作ったんですよ。紙のね、媒体のような感じでね、こうパソコンでこう作ったんですけれども、それをね、見ながらですね、私の会社ではね、どういう風な感じで、いろいろなね、作業を教えているのかっていうのを、YouTube で見ている皆さんにもね、知っていただきたいなというところでね、まあ別にね、まあこういう風な言い方するとちょっとね、良くないのかいいのかわからないんですけれども、まあどこの会社さんもね、まああんまりね、技術力っていう部分はですね、まあそんなにね、そのね、わかる人が見たらわかるかもしれないんですけれども、ね、そんなに大差がないというのはね、実際ね、正直なところなんじゃないかなと思っております。で、じゃあね、会社ごとに何が違うのかっていうとですね、やっぱりね、その職人一人一人のレベル、っていう部分になってくるんじゃないかなと思ってましてですね。で、私の会社ではね、こんな感じでこう人を育てていますよっていうのをね、こういうことによってですね、あ、なるほど、働きやすいなってね、思っていただいてね、頼んでいただければいいんじゃないかなというところでね、まあもちろんね、見ていただいている方、植木屋さんの方もね、結構ね、いっぱいいらっしゃると思いますんで、もう全然ね、うちがやってることだったらね、他の会社さんももちろん同じようなことね、やってると思いますんでね、これもうまんまね、パクっていただいても構わないというような感じですんで、少しずつね、マニュアルを公開していくというような感じですね。私のチャンネルではね、こんな感じでですね、普段はね、植木屋さんだったり、庭師さんだったり、植木の話だったりね、そういったことをお話ししております。最近はね、なぜか焼き鳥焼いてみたりとかね、なんかビール飲んでみたりね、していた動画もあったんですけれども、まあね、ちょっと長期のね、なぜかお休みしててですね、その間にね、こんなことをしていたよというところでね、やるというような感じですね。やっぱりね、教えるっていうのとね、教わるっていうのはね、かなりね、難しいような仕事になりますんでね、少しでもね、この成長のきっかけになればなと思ってですね、職人の人たちにみんなに共有していることをですね、ここでも共有していくというような感じになっております。で、全部が全部ね、できたということではなくてですね、やっぱね、少しずつできた順にね、こう出していくという風な感じになっていきますんでね、とりあえずね、もう本当に初心者の方向けにですね、入ってきて、植木屋さんに入ったにはいいけれども、もう右も左も何もかもはてさっぱり分かりませんというところからね、スタートしていきますんでね、ぜひともお付き合いいただければなと思っております。チャンネル登録もあるですよという方いらっしゃいましたら、ぜひとも今のうちにチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、早速解説の方をしていきます。今回ね、3つのお話しようかなと思ってまして、ですね、早速ですね、この僕がね、いつも使っている iPad の画面をね、見ながらね、この辺に出ていると思いますんでね、見ながらお話していくというような感じですね。これね、いっぱい、このマニュアルってね、メモのフォルダーで作ってるんですけれども、ね、1,2,3,4,5,6,7,8,9個書いてあるんですけれども、全部ね、できているというわけではなくてですね、何個かしかできていないというような感じでね、今回は、お庭のお手入れ、基本の道具というところのお話とですね、これですね、これですね。あとはですね、掃除の基本っていうところとですね、シートを使って掃除を楽に早くというような感じのね、お話をしていきます。まあ、そんなにね、長くは一個ずつはないと思いますんでね、少しずつ話をしていきます。まずはですね、お庭のお手入れをするときにですね、基本になる道具のお話をいたします。上から順にね、1,2,3,4 という風なね、番号が振られているんですけれども、1番ですね。お庭の剪定をするために必要になる基本の道具と、この道具4つあれば、基本的にはですね、お庭のお手入れができますよというような感じです。一番上のハサミはですね、木バサミと呼ばれているハサミでね、細かい枝を切るために使うというハサミです。松の手入れだったりとか、まあ、もみじの枝抜きとかね、まあ、細かい枝をね、こう切るときに使いますよというような感じのハサミになっております。で、2番目のハサミはですね、剪定ハサミになりますね。これですね、2番目。このハサミですね。これが2番目ですね。このハサミはですね、剪定ハサミというお話で、ある程度の太い枝であればですね、剪定ハサミで切ることができます。で、初めてお手入れする木だったりとか、太い枝、太い部分から枝を切る場合にはこのハサミを使うというような感じですね。まあ大体ね、この刃の大きさにもよるんですけれども、親指ぐらいのね、このね、太さぐらいであればね、この剪定ハサミでね、ボンといけますよというような感じですね。これが剪定ハサミ。で、この上のやつが木ハサミというふうな感じになっております。木ハサミはね、もっともっと細かい枝を切るときに使うというような感じです。で、3番目はね、これ見ての通りのノコギリというような感じですね。ノコギリの刃渡りの分の太さまでは切ることができると。
というような感じでね、まあ、実際はね、この21センチだ、20何センチのやつ僕使ってるんですけれども、その分まで切れるって書きましたけど、まあ、そんなね、ここまではね、なかなか切らないんでね、まあ、ですけれども、まあ、かなりね、太いものが切れますよというような感じです。ノコギリは引くときに切りますんで、押すよりもですね、引くときに力を入れて切ってくださいねというような感じです。あとはですね、刃がまっすぐになっていますんで、ノコギリを使って切る場合には、できる限りノコギリの刃がまっすぐになるようにこう動かしてくださいねと。ノコギリのね、こう刃がね、こうまっすぐになってますんでね、こうまっすぐこうね、動かしてもらわないと切れないよと。で、押すんじゃなくて引くとき切ると。いうような感じですね。たまにね、初心者の方ね、結構もう、わーってやるとですね、わーってこう、ノコギリね、わーってなっちゃうとですね、ノコギリのね、この刃がね、ベニョンベニョンってなっちゃってね、折れちゃったりとか曲がっちゃったりとかっていうことがありますんでね、確実にですね、こう切る場合にね、こうね、一回ずつね、こう引くときに切る。まっすぐになってるように引くときに切ると。いうのをね、意識していただければいいんじゃないかなと思っております。まあこれでね、1、2、3、4番というような感じです。で、あ、4番がね、まだ話してませんね。1番から3番までは常に腰道具としてベルトにつけて持ち歩くようにしているというような感じですね。これね、もうベルトにこの鞘がついててですね、ハサミをこう出してね、写真を撮ったというような感じでね、普段ね、プロの職人さんとかはこんな感じで、腰道具として、持ち歩いているというような感じです。で、4番はですね、これ、刈り込みバサミという、ハサミになりますね、これですね。この柄がね、こう長い、よく見るね、このハサミなんですけれども、刈り込む際に使用するというような感じのハサミになりますね。刈り込むとこうね、バンバンバンと刈り込む。いうような感じの時に使うハサミです。刃が大きいんですけれども、基本的にはですね、細かい枝や葉っぱを切るための道具というような感じですね。勘違いする方いらっしゃるんですけれども、太い枝を無理やり切ろうとすると折れるということもありますし、刃が曲がっちゃうということもね、ありますんで、ぜひともね、注意をしていただきたいというような感じですね。結構ね、初心者の方、刃が大きいからね、なんかね、太い枝切るときにね、こうやってやりたいなっていうふうに思っちゃうんですけれども、そうじゃなくてですね、枝先をね、こう整えるために使うというハサミですよ、というような感じですね。なんかね、昔こう、シザーマンみたいなね、こう、クロックタワーっていうゲームで、ね、こんなハサミ持ってね、首をこうね、切ろうとするって敵がいたんですけれどもね、多分切れないんじゃないかなと思いますね、これじゃね。はい。というような感じで、刈り込みバサミはですね、あくまでも全体の細かい枝葉を整えるために使う道具というふうな感じになっております。こんな感じでね、1、2、3、4番、木バサミ、剪定バサミ、ノコギリ、刈り込みバサミというところで、お庭のお手入れをする際にはですね、基本になる道具、この辺を使っていくというような感じです。じゃあ続きましてですね、お庭のお手入れ基本の道具の次はですね、掃除の基本というところのお話をしていきます。掃除ね、やっぱりね、すると思うんですけど、これちょっとね、この掃除の話はですね、プロのね、職人さんに向けてね、うちの会社のね、従業員に向けて作っているというかですね、従業員に向けて作ったマニュアルの話になりますんでね、もしかしたらちょっと参考にならないこともあるのかもしれないんですけれども、参考になることもあると思いますんでね、まあ、ぜひとも聞いていただきたいというような感じです。まずはですね、木の上に、ゴミが乗っていることがよくあるんですよね。こう切ってるとですね、その下にあるね、この植え込み、この丸で囲った部分、ここにですね、ゴミがね、よく乗っているよというような感じの時がね、結構あるんですよ。これをですね、掃除をするときにですね、しっかりと落としてから掃除を始めてくださいねというような感じです。この上に乗ってるね、ゴミに関してはですね、ほうきだったりとか、熊手などを使うとですね、木や、植え込みの上に乗ったゴミをですね、きれいにこうね、落とせるというようなことができます。お手入れしている最中にもですね、なるべくならその上にね、ゴミが乗らないように意識してゴミをこう落とせればね、そっちの方がいいんですけれども、まあそういう感じでね、少しでも注意しておくとですね、その手間も省けますよというような感じになっております。で次はですね、こうね、全部こう落としたらですね、手で持てる範囲の大きめのゴミは一気に大量に持ってそのままね、トラックに乗せますよと。これね、もう見た感じでね、見ての通りね、ゴミがいっぱいありますんでね、これをガバーンと取ってですね、そのままトラックに乗せちゃうと。これちょっとね、職人さんでね、プロでやってるんでね、そんな風に言ってるんですけれどもね、まあ、おっきいやつね、まあ、DIY の方だったらね、おっきいやつ一個ずつこう出してきてですね、それで一気にまず縛っちゃって、みたいな感じでね、捉えていただければいいんじゃないかなと思っております。まあ、この時点ではですね、細かいゴミ
ね、もうこのぐらいの枝だったらね、葉っぱ1枚とかね、葉っぱ2枚とか、そういうのは気にしないで、ね、どん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 とりあえず大きいやつからね、バン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 片付けてくださいね、というような感じです。歩きながらですね、このね、ゴミトラックに乗せるときに歩きながらゴミを落としたとしてもですね、そんならね、1個ずつ気にしないでですね、まあ後で拾えばいいからというような感じで、とにかくですね、持てるだけ持ってゴミを乗せると。まあ持てるだけ持ってね、とりあえず縛っちゃうみたいなね、そんな感じだと思います。で、掃除の基本なんですけれども、やっぱりね、トラックに最終的にゴミ乗せますんで、そのトラックからですね、一番遠い場所からね、掃除を始めていただきたいなと。そうするとですね、どんどんね、奥からこう綺麗になっていってね、奥から綺麗になっていって、最後ね、トラックの周りを掃除すればいいというような感じになりますんでね、遠い場所から近い場所にどんどんとイメージ、ね、移動していくような感じのイメージをしていただければいいんじゃないかなと思っております。で、続きましてですね、手で持てる範囲以下になるまではですね、大きく持って一気に運ぶんですけれども、ある程度になるまではですね、熊手をね、使うという必要もないというような感じです。まあ、写真のね、この丸で囲ってあるこのぐらいになったらね、ようやくね、こう熊手でこうなんとなくね、こう、キークまででね、なんとなく集めて、それもね、マント持ってバンと乗せると。いうぐらいな感じでね。で、さらにですね、袋に入れる。ね、結構ね、職人さんでもね、多いんですけれども、初心者の方ね、多いんですけれども、袋に入れるということもですね、一つ、作業の工程が増えているというようなね、認識をしていただければですね、袋に入れて、その袋からトラックに乗せると。袋に入れてね、そのままゴミ出しでね、出せればいいんですけれどもね、プロの方大体ね、トラックに一回乗せますんでね、袋に入れてそれ乗せたらですね、一個ね、工程増えちゃってるよと。無駄な作業が増えるほどですね、作業の時間は遅くなりますよというような感じです。まあ、ある程度まではですね、袋や手に熊手などは使わずに作業した方が早いよというような感じになっております。で、続きましてですね、仕上げの掃除なんですけれども、小さな熊手でですね、取っていなかった木の根元に落ちたゴミをね、こう書き出していくと。大きいやつとかはね、大体ね、この木の上に乗って、それを先ほどね、一番最初に落としてますんで、大きいゴミがね、この木の根元に落ちているということは、まあ、まずないんですよね、大体ね。ですんで、小さなね、ものね、ちょっと入っちゃったな、みたいな時ありますね。この小さい熊手でね、こうどんどん書き出して、そこもね、綺麗にしてくださいと。細かな箇所もですね、しっかりと掃除をすることで、とってもね、綺麗に仕上がるというような感じですね。まあ、落ち葉がね、こう溜まっちゃってるっていうのもあったりするんですけれども、そういうのもね、しっかりと出して、書き出してあげてくださいというような感じです。あとはね、熊手、壊れにくいものを使うといいんじゃないかなっていつもね、思ってます。結構ね、竹の子を熊手だとね、かなりこうやりますね。ガリ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 ってやるとね、もうすぐ壊れちゃうんですよ。ですんで、まあ、おすすめとしてはね、まあ、こんな感じで写真で写ってるようなね、プラスチックのものとかね、壊れにくいというふうな感じになってますんでね、まあ、鉄のものとかもね、鉄なのかな。なんかね、あるんですけれどもね、ああいうのでね、やってもいいんじゃないかなと。なるべくね、壊れないものの方が、長く使えると。いうような感じになってますんでね。まあ、うちの会社としては、こばれないものをお勧めしているというふうな感じになっております。で、続きましてですね、芝生のゴミ。芝も買ってね、芝も掃除するんですけれども、買ったゴミだけではなくて、写真のようなですね、こう丸ついているところね、こう、サッチ層と呼ばれる、枯れた芝が堆積しているゴミもですね、熊手で一緒にかき出してあげてくださいねというような感じなんですね。芝刈り、これ大体ね、お手入れ行くとやるんですけれども、芝刈りしてね、芝をこう、刈った部分のゴミもね、こう見えるんですよね、見るとね。それだけをこう、なんとなくバーッと集めるんじゃなくて、それを集めると同時にですね、熊手でね、こう、ガリ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 ってやるとですね、こんな感じで、サチソ、ね、取れますんでね、ここもね、なるべく取ってあげるというふうな感じですね。大きな熊手を使ってね、こう、勢いよくこう、ガリガリガリンってやるとですね、かなりたくさん取れるというふうな感じになりますんでね、こんな感じにして、サッチ層もね、ある程度は取ってあげてくださいねというような感じですね。これ取らないとですね、芝生がね、病気になっちゃうよっていうこともありますんでね、まあある程度は残してもいいんですけれども、ある程度は取ってあげた方がいいと。もうそのある程度ってどんなもんなんだいっていうね、そういう感じだと思いますんで、まあなるべくね、取ってあげる、取れるだけ取ってあげるというような感じでね、意識でいいんじゃないかなと思っております。で、そうするとですね、こう最後のね、この写真のようにですね、掃除が終わって綺麗になりましたよというような感じで、以上のことに注意して仕上げの掃除をして細かいゴミは袋に入れて運んでくださいねと。まあ、できる限りね、細かな葉っぱも残さずに拾うようにしていただきまして、ね、掃除はとっても大切というところです。まあ、誰でもできる仕事ほどですね、丁寧に作業をするのがね、やっぱりプロの仕事なんじゃないかなと私は思っております。プロはですね、やっぱり掃除に力を入れるというような感じですね。
ることよりもですね、掃除に力を入れてくださいというような感じで、ね、私の会社では教育をしております。実際のところですね、掃除がしっかりとできている会社や職人はですね、それほど多くはないと私は思っております。弊社ではね、掃除を一番の強みとして掲げ、お客様に提供をしているというような感じですね。結構ですね、YouTube、ね、植木屋さんのね、チャンネルがね、こうあってね、松はこうやって切った方がいいんだよ。もみじはね、こういう風にね、蒸した方がいいんだよ、なんてね、教えてくれるチャンネル結構あると思うんですけれども、掃除をですね、細かくやりましたよ、なんてね、チャンネルなかなかね、ないんじゃないかな。まあ別に言う必要ないからね、言わないだけなのかもしれないんですけれども、まあうちのね、会社としてはですね、掃除、しっかりやってくださいね、というような感じでね、職人さん皆さんね、やっていただいているというような感じです。で、まあありがちなミスとしてはですね、こんな感じでですね、この薄いマスみたいなね、薄いって書いてありますね、薄いマスみたいなところの上にですね、こう買った芝生のゴミだったりとか、もうほんとね、細かいゴミがね、ちょっとだけ乗っちゃってるよっていう時はね、結構あるんですよ。これもですね、見落としがちな例というところでですね、しっかりと履いてきれいにすると、全体がきれいなのに飛び石ねだったりとか、あとはねこういう薄いマスみたいなところとかね、こういうところにゴミが乗ってるとですね、結構ね汚く見えちゃうよということがね結構ありますんでね、まあぜひともね忘れずにこうね履いてあげるというふうな感じになります。であとはですね、このね叩きね、こうなんか縁台みたいになってるね、縁側みたいなところね、こうちょっとね、出るためのなんかこうね、靴脱ぎのようなねところもあったりするんですけれども、ここの上の部分にもねこんな感じでね、写真のような感じで、芝生がね結構ゴミがねこうよく見るとね落ちているよということがね結構ありますんでね、まあこういう部分もね見落とさずにしっかりとね履いてあげてね、なんかこの窓のサッシのところとかもね、ゴミがこうね、芝生のゴミがこもっちゃってるとかね、結構ありますんでね、そういうところももう綺麗にね掃除してあげるというふうな感じで、ここまでできればようやくですね掃除が終わりというところになっております。はい、というような感じでね、続きましてですね、シートを使って掃除を楽に早くというお話になりますね。こんな感じでね、こうシートがあるんですけれども、こういう風にしてですね、シート敷くとですね、掃除をねかなり早くできますよというような感じになります。赤線の部分をですね刈り込むとですね、ゴミが地面に落ちますね。こうもう見たらわかりますね、こう線が入ってあるところね、切ったらね、ちょうどこの上にね、シートの上にね、ゴミが乗っかるというような感じですね。そのゴミをですね、できる限り掃除をせずに時間を短縮させるためにシートを使っているというような感じなんですね。写真で使われているシートはですね、防炎シートというふうな感じでね、呼ばれているシートですね。よくね、足場ね、組んだりしてね、あれをこう囲ってるなんかね、シートみたいなね、あれをね、うちの会社では使っているというような感じですね。何でもいいんですけれども、あれがね、ちょうどなんかちょうどいい長さでね、ちょうどいいこのなんか遊びがあってね、ちょうどよくこういろんなとこに引っかかってね、ちょうどよくこの穴が開いてね、その穴に紐を通して、ね、その紐をね、こうなんかいろんなとこに縛ったりなんかしてね、そうすると砂利の上とかもね、こうなんかうまーくこうなんかうまーく敷けてね、ゴミがあんまり落ちないというような感じができるんでね、これを使っていると、まあブルーシートでもいいんですけれどもね、何でもいいんですけれども、うちはこういうのを使っているというような感じです。まあいろいろな場面とかね、場所にフィットするもので、ゴミが乗るサイズ感のものであれば僕はね、いいんじゃないかなと思っております。まあ私はね、こういう感じのシート使ってるというところですね。で、実際にですね、植え込みを刈り込んでみるとですね、画像のようにシートにね、ゴミがね、結構乗りますよと。で、綺麗にね、この、縁のね、ところの上までやっておくとですね、こんな感じでね、結構綺麗にゴミが乗ると。いうような感じです。で、刈り込むときはね、必ずこの赤い線で揃えて切ると書いてあるんですけれども、これね、この、レンガがね、こういう風になっててですね、ここのね、線に沿って刈りましたよ、というような感じのね、まあ、これ今回のね、たまたま一例というような感じなんですけれどもね、まあ、これも一応入れてあるというような感じです。で、今度ね、写真見るとですね、次の写真ですね、矢印が書いてあって、シートが敷いてある部分の刈り込みが終了したらですね、隣の位置にシートを移動させて、また、そこをね、刈り込んでいくという風な感じになりますね。それを繰り返すことで、ゴミが落ちるのを最小限に留めるということができます。これはね、いろいろな場面で使えますね。先ほどもね、ちょっとちらっと言ったんですけれども、砂利の上だったりとか、ゴミが乗ったら面倒なね、低木の上。さっきね、低木の上のゴミ落とせって言ったにもかかわらずですね、低木の上にはね、シート被せた方が実はいいと。いうような感じですね。あとはね、花壇、大事にしてる花壇だったりとか、最近だとね、結構家庭菜園とかやっててね、野菜育ててるよっていうところもあったりしますんで、そういうところもね、こう一時的にね、木のゴミがね、こう、その隙間にね、入っちゃうともう取るのにね、ってなって取れなかったりとかね、取ろうと思ったところのね、その野菜のね、茎へし折っちゃってね、もうダメにしちゃったよとかね、花壇でね、せっかくね、もうお花が咲きそうだったのに、そこもううっかりゴミがね、乗っちゃって、折れちゃってね、花咲かなかったよとかね、そういうこともありますんで、
でね、まあ、できる限りね、そういうところはこう覆ってあげてですね、ゴミがいかない、ね、ようにしてあげた方がいいよというような感じです。ゴミを落としたくない場所はたくさんあります。シートをね、有効に使うことで、掃除をね、そのまま最小限にね、とどめるというふうな感じでいきますね。このシートの上にね、全部ゴミが乗ってたらですね、掃除もね、結構楽でね、プロの職人さんとかだったらね、そのままそのシートね、こうずるずるずるってやってね、トラックにそのままボンと。いうような感じでね、さっきのね、掃除のね、こういう風にやりますよっていうのね、全無視してね、もうそれで一発じゃんみたいなね、そんなこともできるというような感じでね、まあこれ写真だとね、シート1枚しか使ってないんですけれども、まあプロのね、職人さんとかだと2枚、3枚、4枚ってやったりしてね、もうゴミをね、なるべくどこにもやらないみたいなね、そんな感じでね、やったりするという時もあるというような感じのお話になっております。というような感じでね、今回はですね、お庭のお手入れの基本のね、道具と、あとはですね、掃除の基本というような感じのお話と、シートを使ってね、掃除を早く楽にするよというようなね、感じのお話をしました。これね、見ていただいたらわかるんですけれども、まだね、電気バリカンの使い方、チャボヒバの剪定、木刻の剪定、生垣の剪定、イニエダの処理、お庭のお手入れの基本と、いうような感じでね、これまだね、ちょっとできてないんでね、まだ発表できないんですけれども、これでき次第ね、どん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 ね、従業員にも共有していってですね、あとはですね、優秀見ていただいている方にもですね、どん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 共有していこうかなと思っております。まあ、好評だったらね、こうね、こう、ね、どんどん共有していこうかなと思うんですけれども、まあ、そんなね、好評じゃなかったら今回で終わりかなと。ただね、やっぱりうちの会社のね、中としてはね、こういうのがやっぱりあって、一つのね、軸というかですね、指標というかですね、そういう風になってたらですね、やっぱりね、働きやすいと。ここまでやればいいんだ。こういう風にやればいいんだ。こうやれば早くできるんだっていうところでね、うちのね、会社のこう資産というかね、そういう風にもなっていきますんでね、どん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 ね、これも増やしていってね、100ページ、200ページ、300ページってなればね、どん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 その職人さんもね、育っていきやすくなるんじゃないかなと思いますんでね。まあもしね、欲しいよという方いらっしゃったらですね、別に全然あげても構わないと思ってますんでね、なんかご連絡いただければね、そのまま、ちょっとね、メモの状態なんでね、PDF にしてね、なんかお送りするみたいな感じでも全然ね、いいかなと思いますんでね、時間がね、たくさん来ちゃったらね、返事するの遅くなっちゃうんであれなんですけれどもね、まあね、そんなね、来ないと思いますんでね、まあ欲しいよという方いたらですね、なんか連絡いただければと。思っております。というような感じでね、今回はね、うちの会社で使っているこのマニュアルのお話をしておりますね。まあ、ちょこちょこね、多分出していくと思いますんでね、まあ、楽しみに待っといていただけたらなと思っております。ということでですね、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。